2017年世界女子カーリング選手権大会は2017年3月18日から26日まで中華人民共和国の北京市首都体育館で開催された世界女子カーリング選手権である12カ国によるラウンドロビン方式による予選を行い上位4チームがページシステム方式の決勝トーナメントを経て優勝を争った出場国は順位に応じて オリンピック出場資格ポイントが付与された。今大会と前年度の大会の成績に応じたオリンピックポイントの順位により、オリンピック開催国の韓国を除いた上位7カ国が2018年ピョンチャンオリンピックの出場権を得た。ポイントで出場権を得られなかった6カ国及び2014年の世界選手権に出場したラトビアと2015年の 世界選手権に出場したノルウェーを加えた8、各国により、残り2枠の出場権を世界最終予選により、争った。3月24日、19時、3月25日、14時、3月25日、19時、3月26日、10時、3月26日、15時。この大会の結果、オリンピック出場資格ポイントは、下記のようになり、8位の日本までの2018年ピョンチャンオリンピック出場が、 確定した。9位以下の国は世界最終予選でオリンピック出場を目指すこととなり、その大会の結果、デンマークと中国が出場権を得た。ありがとうございます。